はいはい、しげさんやってきましたけどね、もう4時回ってるけど寒いわ。今温度1度でございます。ようこそしげさんへ。これ40〜50年ほど前1回来たんだけどね、1回か2回来てんだけどね、どうも覚えてないよ。なんか橋渡ったような気がすんねんけど、桜の時にね、何にも考えなかったね、あの頃はね。まだほんまにただ連れられて、これそんな感じだったよ。いつだったかね、1970年代ですよ。あの橋やな、おそらくな、あれ渡ったんやな。その記憶が残ってますわ。あとはほとんど残ってません、記憶は。ひょっとして思い出すかもしれない、上上がったらね。じゃあちょっと上がってみましょう。裏から何回か車で降りてきたことあるんだけどね、その裏がどの辺やろうかね。それを見てみたいんやけどね、こっちちゃうかな。あ、トラちゃん、うん、これ全然記憶ないね。まあ来たのは間違いないんだけどね。あの裏から車で来るとこあるんだけど、そこに来たんやったら、そこが分かったらまだええやけどね。こうやって言えんだけどね、まださっぱり分かりませんわ。いやー、どうもね、わしが思ってるところと違うんだけど、どこなんだろうね。あの奥にもあんのかいな。大変やな、そういうの。これ谷があるから、うろ止まらないかとかね。ちょっと上がってみよう。しかもあの橋は、あの橋渡った記憶残ってるからね、あれだけは。ここはもうないや、柄も何もないんかいね。あら、柄なかったんや。左行ったらホテルがあるんじゃなかったかな、イメージ的にね。あのホテルが、あの道路走ってるとホテルあるんでね。ここは山門やから、おそらくここもね、山道になるんだよ。これこっちじゃないんですよ、これ反対です。ここから入るんですね。せっかくだからここ戻っていきましょう。参道も、おお、すごいね、これ。ほら、すごい、これ。なんとやんねやろ、ここのね、こんなやつね。奈良の九品寺はみんなね、前掛けしてあるね、寒い言うて。もうね、止まらんとね、一回歩き出したらね、止まらんからね、これが困ったもんだね。まだ随分坂上がって上がらなかんのに、下ってますよ、これ。こんな山道なんか初めて歩いてるんでね、どこまで続くかね、これ。まだ畑が立ってるからね、もう一度ぐらいしないから手が冷たい。全くまだしげさんの昔来た記憶がね、記憶があるとここにたどり着かないんですわ。これ帰る相当下ってきたら大変やぞ、これ。時間もね、5時過ぎると真っ暗になるんで、今4時過ぎたぐらいだから急がないと。いつも道路を走ると住宅が見えんから、こんなにいっぱいね、住宅があるとね、知りませんでしたわ。あの山の上にはね、ホテルが建ってて、
ほんであとはもうほとんど道路山道しかないんでね、見えへんねん全然これがね、手が全くかなわんねこりゃ。これがおそらくいつも走っとる道路かね。これはここから500、600メートルあるね、おそらくね。ここで確認が取れたら油断しますわ、市議団に。どの付近かな、これ。ああ、ここホテルだ。